はい、一星ということで、ということで、こんにちは、こんにちは、ヨヨチャンネルのゆいとせいくんとひょっこりさん、ひょっこりさん、今日はメザスタのガチャをやりたいと思います。ガチャはやりません。家でガチャめちゃうか。ね、今日はね、タグをね、ちょっと厳選してこのコレクションのファイルに入れていきたいと思います。後ろにもね、違う絵が載っています。ゴリラ、あ、じゃあね、ゴリラおるな、ゴリラおりますね。はい、じゃあね、野生に返しましょうか。この今あるタグがこちら、じゃじゃーん、スーパースターがね、もっとあるスーパースターのタグもあるんでね、これめっちゃやばいよね。すごい量なんですけど、私が集めた量とこれ2ついっぱいパンだからね、もうガチャがいっぱい詰まっています。ガチャがパンパンに詰まって、まあこのちょっとレアなやつはこのケースに入ってます。これはこれでいいんじゃない、このケースはね。じゃあね、早速わからん、早速なんかファイルの方にかぶってるのとかはね、よく仕分けが大変だけどやっていきたいと思います。はい、頑張っていこう。はい、それではお気に入りのポケモンのメザスタブック完成しました。これでも迷うな、何を入れようか。もうね、なんか見た目ユウリの好きな、やばいよ、よりその顔が映っていいの。あのユウリちゃんの好みのみ選ぶ基準。はい、じゃあね、簡単にね、もう簡単にもうありすぎてさ、あれだからちょっとだけ行きましょう。あ、観客だ。せいくんの見てよ。せいくんの見せてほしい。せいくんが選んだんで、これせいくんが選んだやつちょっと見ていく。全部選んだんだよ。あ、これまた逆だ。全部選んだんだよ、ママ。すごいね。おお、結構定番のね、子たちね。あ、いいやん、せいくん全部できました。私もいい感じだよ、可愛い子とか。なんかこの最初の初期にのやつのかぶってんのめっちゃ見えてるけど。まあこれね、せいくんが選んだやつだいたいこんな感じで、私と同じやつが入っとるところもある。自分の好きなの選んで、ニーフィアもう私入っとる、ニーフィア、せいくんもミーフィー入っとる。はい、ミーフィー、こんな感じでね、私のね、2個ある、めっちゃ見やすいね。私2個ある。本当はさ、シーズンごとに順番に並べて入れたいんだけど、ちょっとそこまでね、揃ってないんでね。意外とね、かぶりが多かったね、見てたら。うん、一番最高何枚だったゆり。6枚のやついたね。うん、見る。この人1、これドヒドヒドイドヒ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 ドイで、この人ね、めっちゃいた。1、2、3、4、5、6、やばい。あとね、ガラルヤドラも5枚あったりね。うん、すごいよね、すごいあるやん。もう今度ね、ちょっとかぶりめっちゃあるやん。かぶりさ、ちょっと今度売ってみよっか、どれぐらいになるか。めっちゃ安いと思うけどさ、うん、1円とか、うん、もうほんとそんなレベルだと思う。買い取れませんって言われちゃうかもしれない。0円とか、うん、ちょっとさ、ちょっとユリのコレクション、じゃあ次、うん、もう一回反対なんだよ。いや、そっち向きでいいんで、私そっち向きだと思ってやっとるから。あれ、あった、あ、可愛いでしょ、途中で変わった。あ、ユーリちゃんはもう圧倒的に可愛さで選んでるよね、うん、そしてね、やっぱりこうミュウツー2人を、ね、ユーリちゃんのやつはあんまかぶってないと思う。うん、やっぱミュウツーはかぶっとるよ。お、ここすごいじゃん、スペシャルタグの、うん、スペシ
シャルタグすごいね。ミュウツーがかぶっとる。うん、ミュウツーかぶりってすごいよね。ミュウツーって超レアキャラだよ。2人おるよ、ミュウツー。あ、飛び出ちゃった。飛び出るんだよね、それよく。めくるときにさ、出ちゃうね。それ以下置いてやった方がこれ簡単だから。あ、また出そう。おお、この辺やっぱさ、スーパースターだから。私全部のスーパースター入れとる。うん、かわいい。ピカチュウね。ピカチュウ、ピカ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 。これがやっぱすごいね。ほら、ミュウツー俺やろ。ほんとだ、ミュウツーね。ちょっと逆側にしとこう。はーい。あ、魔法イップかわいいよね。魔法イップかわいい、かわいい。もう、ゆーりちゃん基本的かわいいとかっこいい重視で、まあ、あとね、適当に入ってないとこは入れちゃったかもね。これもう結構すごいよ。スーパースターが勢ぞろいのファイル、ファイリングですね。あとはこれはもう完全可愛い系やつね。うん、完全に可愛い系を選んで。あー、もうこの初期面から、もうほんとこの初期面だね。あ、1ページ空いてた。空いてたな。まあまた後で入れちゃおう。あ、うん、EVイーブイかわいいよね。うん、私イーブイ大好き。あ、ここはあれだね、イーブイゾーンだね。うん、結構イーブイゾーン。これここがイーブイゾーン。これとか、これもイーブイゾーンやで。これが全部サンダース、リーフィア、また魔法イップ。違う魔法イップ。こういうセット、これも違うやつなんですよね、うん、あ、これニーフィア。ニーフィア、違う。あ、これかわいいよね、ジラーチ。これなんかボスで出てきたよね、うん、ジラーチね。うん、なんか前使いました。ルカリオ結構最初の頃いっぱい使ったよね、強かったから。うん、でもさ、めちゃくちゃさ、あったな。うん、めっちゃあるよね、ルカリオ、うん、最初ルカリオ強って思ったよね、新しく撮った時。うん、でもさ、今となってはね、もうスーパースターが勢ぞろいしてしまったからね。勢ぞろいじゃないけど、めっちゃ弱っ、弱こいつってなっとるわ。はい、そしたらね、こんな感じでファイリングができました。お気に入りを全部ファイルに入れて大事にね、また保管しておきましょう。あのさ、わからんくなるから、やめて、せいくん。はい、じゃあね、今日こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。グッドボタンもよろしくね。また見てね。バイバイ。チャンネル登録してね。グッドボタンも。